どうも、大悟です。というわけでですね、今日はですね、スマホ依存に関するお話をしたいと思います。前も紹介したことあるんですが、このデジタルミニマリストって本があるんですが、これ結構いい本で、番組タイトル下の説明欄にも一応入ってるんですけど、まあ、いわゆるこう、デジタル断食。やっぱり僕らがスマホだったりだとか、あとは、まあ、それこそね、まあ、動画を見まくってしまうと、まあ、動画はまだマシなんですけどね、特に SNS がやばいんですけど、一番ですね、メンタルにですね、やばいというふうに言われてる SNS がインスタグラムという話をですね、前したと思うんですが、まあ、そういうふうにですね、僕らの、時間とか集中力とか人間関係とかそういったものをですね、結構奪っていってしまうというのが、スマホ依存症だというふうに言われています。で、このスマホ依存って結構皆さん簡単に起こる、ようで、例えば皆さん大体1日にスマホ何時間ぐらい触ってると思います？はい。で、この皆さんが多分これぐらいかなって今頭に想像した時間の実際は3倍ぐらい、触っているんです、人間ってのは。だからまあ1時間ぐらいかなと思った方は3時間ぐらい触ってまして、この3時間を超えてくるとですね、結構やばいんですよ。例えばもし皆さんがそのスマホを使っている3時間分を読書に当てたりとか、ね、大事な人と過ごす時間に当てたりとか、勉強に当てたりしたら、まあ人生が大きく変わるわけですよ。だからそういう意味で言うと、普通の依存症っていうのの定義の中にも入ってるんですけど、僕らがそれをしなければ本来は手に入っていたかもしれないチャンス、これを奪ってるもののことを依存症というふうに言うんですね。で、実はですね、これ、2010年ぐらいにですね、この、スマホ依存は、実はこう、ジャンルとしては、行為依存っていうジャンルに、当たるんですね、依存症としては。これ何かっていうと、特定の行動をやめられないってやつで、例えば手を書くのがやめられないみたいなとか、手を洗うのがやめられないとか、いろんなものがありますけど、ああいう行為依存っていうのはですね、実はですね、もう依存症として認められてるんですよね。2010年に、アメリカン・ジャーナル・オブ・ドラッグ・アンド、アルコール・アビュースっていうですね、やつがありまして、要するにドラッグとか、アルコールの、こう、乱用に関するですね、ジャーナル、論文のですね、が掲載される雑誌があるんですが、ここの2010年の時、ですね、やつで、行為依存っていうものがですね、多くの領域において、この物質依存、いわゆる麻薬とか、大麻とかありますけど、そういったものと非常にですね、現象が似てるということがですね、示す証拠が結構出てきてるよってことが出てるんですよ。だから、つまりスマホ依存っていうのは、麻薬の依存症とかと非常に近くて、ただ、麻薬ほどですね、激烈な、害は僕らにはもたらさないんですが、確実にですね、こう僕らの時間とか人間関係とか能力とかそういったものを削っていってしまってるってことが示唆されているんですよね。怖い話ですよね。実際にですね、2013年にはですね、アメリカの精神医学会がですね、出版しているですね、DSM、これはですね、いわゆるこう、なんかうつ病とかの指標とか、チェックリストとか皆さんね、見たことあると思うんですけど、ああいうのをですね、作っている、本になりますね。ああいうのが発表される本です。まあ、何年かごとにですね、こう、バージョンが変わりまして、バージョン変わるごとに精神病の患者が増えていくってですね、なんかちょっとそういうなんかね、怖い話もあるんですが、一応日本語だと精神障害の診断と統計マニュアル第5版ってやつですね、DSM-5 ってやつですね。はい。今度か見てみても、やっぱりですね、この、行為依存がですね、診断可能な障害として追加されてるんですよ。だから結構、スマホ依存ってドラッグの依存とかと非常に近いようなですね、傾向を示してるんで、結構やばいかもしれないよ、ということをですね、皆さん知っておくべきだ、というお話なんですよね。で、実際に、このスマホ依存が起きる理由っていうのが3つあるんです。で、この3つのポイントさえ押さえておけば、スマホ依存はある程度止められるかもしれないと。で、さらに悪い癖を直すための方法っていうのも今日、番組タイトル下の説明欄とコメント欄の方で、続きの動画として紹介したりますね。そういうのもとかもやってもらえれば、まあ、スマホ依存でですね、皆さんが損してる時間を取り戻せるんじゃなかろうかというお話なんですね。で、実際どれぐらい損してるかっていうと、さっき言った通り、1日ね、1時間ぐらいスマホに使ってるかなと思ってる人は実際3時間ぐらい使ってるんですよ。ってことは、いや、2時間ぐらいは使ってるかもと思う人は、6時間とか使っちゃってることになるわけですよ。これ結構やばい話で、だって1日さ、3時間とかさ、5時間とか6時間使ったら、例えば仮にですよ、1日5時間スマホに使ってるとしたら、これ1週間で35時間ですよ。ね、すごい話ですよね。もう、副業ができちゃうぐらいの、時間使ってるんですよ。で、これ一応、誤解ないように言っておきますけど、仕事で使ってるとか、例えば、本を読むために Kindle の機能しか使ってないとかだったらいいんですけど、漫然とスマホを使っているってのは行為依存。スマホを見るっていう行為に依存してるんです。何かをしたいわけじゃなくて、スマホを見るって行為に依存しちゃってるので、これは結構やばいよねってお話なんですね。はい。で、これをですね、皆さんぜひですね、分かっていただきたいとか、知っておいていただきたいので、今日はこの放送をさせていただいております。はい。まずは、スマホ依存が起きる理由、一つ目。完結強化です。完結強化ってのは何かっていうとですね、これ有名どころで言うと1965年にマイケル・ゼーラーさんって人が行った実験が有名なんですが、決まったパターンでご褒美をあげるよりも、
予想できないようなパターン、つまりご褒美あげたりとかあげなかったりとかするパターンで、人間にですね、報酬をあげた方が、ドーパミンの分泌量が多くなるんですよ。だから毎回毎回同じことをするとご褒美がもらえるよりも、数回に一回ご褒美がもらえる。つまりもらえる時もあるし、もらえない時もある方が、ドーパミンが分泌されて人間でそれに対して依存的になっちゃうんですよね。実際これゼーラーさんの実験では、可愛いですね。鳩ですね。鳩を使った実験をしてるんですけど、鳩って結構頭が良くて、ボタンがこう用意してあるんですよ。で、ボタンを鳩がピッてこう、つばむというか、くちばしでちょんと押すと、餌がコロンって出てくるって仕掛けを作るんですよ。で、これで、鳩がどれぐらいですね、こう、一生懸命こう、ボタンを押す、っていうことをですね、行為をするのかってことをですね、調べたと、いう実験があるんですけれども、なんか、ぬこさんとみこさんがくっついてますね。可愛い。はい。で、これ、押すたびに、ご飯が出てくるようにして、ご飯がで、ボタンを押すと出てくるんだよってことを教えますよね。普通、鳩に。で、教えた状態で、片方の、グループの鳩たちのボタンが、数回に一回しかご飯が出ないようにするんですよ。で、これで、どれぐらい鳩が夢中になってボタンを押し続けるのかってことを調べると、数回に一回しか出てこなくなると、当然つけやる気なくなるはずじゃないですか。だって、毎回毎回ご飯が出てくるわけじゃないんですよ。にもかかわらず、実はそういう風にですね、間欠強化のですね、原理がちゃんと鳩にも本能的に備わっているようで、数回に1回しか餌が出てこないボタンの方ですね、必死に鳩を押し続けるんですよ。一生懸命。はい。で、これ実は僕らも全く同じで、例えば分かりやすい話で言うとパチンコですね。パチンコとかギャンブルっていうのは、毎回当たったらドーパミン出ないんですよ。あんなハマらないんですよ。でも時々大当たりをするから僕らってハマっちゃうわけですよね。とか、あと SNS も全く同じなんです。SNS にいいねがつくかどうか、誰かから新しいメッセージが来てるんじゃないかと僕ら思ってスマホを取りまくりますよね。つまり、毎回取るたびに同じようなメッセージが来てるんだったら、僕らはそんなにですね、この、スマホにですね、熱中することはないんですが、時々開けると好きな人からメッセージ来てるとか、時々開けるとなんか上司から嫌なメッセージが来てるとかっていう風にですね、こう、いろんなメッセージのバリエーションがあってイベントがいっぱいありますよね。で、こういうのに僕らはハマっちゃうんです。これが間欠強化、なんですよ。で、実際にですね、こういったですね、現象を上手に使って、アプリとか、ネットのですね、サービス、Facebook とかもそうですよ。そういうもので作られているようで、元ですね、これ Google のですね、トリスタン・ハリスさんという人がいるんですけど、今はなんかそういうスマホ中毒とか、そのウェブサービスがやべえっていうことをですね、積極的に発信する側の人間になってるそうなんですが、実際にアプリとか、有名なウェブサイトとかは、そういう予測不能な、パターンで、見てる人たちに報酬をですね、与える仕組みっていうのはあちこちにですね、散りばめてるんですよ。で、これによってアプリの利用時間が伸びたりとか、利益につながったりしてるんですよね。怖い話ですよね。だから、僕らが依存症にですね、なりやすい理由っていうのは、時々、いいことがある。でもない場合もあるっていう状況が一番やばいので、僕らがスマホに依存する理由っていうのは、ここが一つあるんですよね。うん。関係依存です。次、二つ目のポイントは、承認欲求です。で、これはまあ皆さんわざわざ説明しなくても、わかると思うんですが、承認欲求、人に認められたい、いいねを押してもらいたい、自分の意見が正しいよってことを周りに評価してもらいたいって言って僕らみんな持ってると思うんですが、これなぜこういう欲求があるのかってことを知っておくことがすごく重要になってきます。これどういうことかっていうと、人間ってのはもともとはですね、小さい群れの中で生きてたんですよ。100人いないぐらいの群れの中で生きていて、そういうふうに意味で言うと社会的な動物なわけです。協力し合って生き残ってきたのが人間ですので、こういうふうにね、猫たちみたいにね、自分のですね、爪とかですね、脚力とかだけで獲物を取って一人で生きていけると。本来は猫って一人で生きていくので、まあ、こういう風にね、わざわざベッドが3つあるのにこう1個の場所に固まって寝たりとかしないんですけど、ちょっとこの子たちちょっと変わってるんですが、はい、まあ、そういう風なのが本来の猫なんですよ。ところが人間の場合は猫みたいにすごい能力とか身体能力を持ってるわけではないので、協力し合うことによって生き残ってきたんですね。つまりどういうことかっていうと、自分が群れの中で認められているかどうか、有能な人間だ、こいつは群れに必要だと思われなくなったらどうなるかっていうと、生きていけなくなっちゃうんですよ。群れから必要がなかったら弾かれちゃうんで。だから僕らは常に承認欲求をですね、気にするようにそもそもプログラミングされてるんです。周りの人に対して役に立ってるかな、必要だと思われてるかな、大丈夫かなっていうことを気にすることによって、つまり他人からどう思われてるかを意識、しないでですね、生きることができなかったんですよ。僕らはもともとはね、今は例えばね、家族とか数人の友達とかからどう思われてるか気にするかもしれないけど、気にする必要があるかもしれないけど、SNS でどうでもいい誹謗中傷とかさ、なんかどうでもいい意見なんか見る必要ないんですよ。見る必要はないんです。なぜかっていうと、その人たちがいなくても、その人たちに認められなくても皆さん生きていけますよね。SNS でいいねがもらえなくても生きていけるじゃないですか。それでビジネスしてるわけじゃなければ。ところが、僕らの本能には、認められないと生存できないっていう本能が刻み込まれてるんで、これでスマホを見てしまって、具体的に言うと、もっと言うと SNS を見てしまって、いいねがついてるかどうかとか、リプライがあるかどうか、こういうことをですね、気にしちゃうんですよね。
だから自分が所属しているこの群れの中で重要視されているかどうかってことをですね、人間をチェックしたいんで、生き残る可能性が高いというふうにですね、それを判断するので、やめられないわけなんですよね。だから生、この承認欲求ってのは本来は僕らの生存を司っている欲求なんですよ。だからやめられないんですね。なかなかこれもシュールな話ですよね。さっきのね、あの、完結、ね、強化とかもそうだし、承認欲求とかもそうですけど、やっぱり僕らのこう、本能としてそういうものがやっぱり備わってるんですよね。だからこそ、このスマホ依存症っていうのは過食って言っちゃうじゃない、加速しちゃうわけなんですよね。はい。なんか最近この手の噛み方が多いですね。はい。加速していくわけなんですよ。まあだからこれも気をつけなきゃいかんなという話なんですよね。そして、今日三つ目のポイント、スマホ依存がですね、起きる三つ目の、ポイントなんですが、これはですね、実は、人ってのはですね、何にもしていない時、ぼんやりしてる時って、あの、社交が促進されるんです。社交ってのは、あれです。あの、社交的な社交です。つまり、人間は暇になると、人と喋りたくなるんです。コミュニケーション取りたくなるんです。っていうのがあるんですよ。はい？って話ですよね。いや、俺別に一人でぼんやりするの好きだけどっていう人いると思うんですけど、実はですね、これ、面白い研究があって、これね、心理学者のマシュー・リーバーマンとかが行った実験なんですけども、が有名なね、人なんですけれども、これ人間ってぼんやりしてるときって、人間の脳ってほら何も考えなくてこうポケーってするときとかって何も動いてないって僕ら思い込んでるじゃないですか。ところが実際は違うんですよ。僕らぼんやりしてるときでも脳ってすごい動いてるんです。これデフォルトモードネットワークって言うんですけど、このデフォルトモードネットワークが動いてるときって実は僕たちって人と繋がりたい、会話をしたい、コミュニケーションを取りたい、いいねがあるかどうかを確認したい、リプライしたい、SNS を見たいっていう欲求が生まれるそうなんですよね。実際ですね、このデフォルトモードネットワークってのは、僕らが何かしている時には活動が低下するってちょっと変わった領域なんです。脳の中にそのデフォルトモードネットワークを司っている位置があるんですけども、これですね、変わってまして、もともと僕らって脳のどの部分がどういうふうに動いてるのかってことをですね、一生懸命脳をスキャンして科学者がですね、調べてたわけですよ。例えば、勉強している時はどこが動いてるのか。文字を読んでるときはどこが動いてるのか、計算してるときは、想像してるときは、ね、運動してるときは、で、これでよくね、ほら、運動は小脳が司ってますよとか、理性的な判断は前頭葉が司ってますよとか、ね、あの、言語を使ってるときは側頭葉が使われてますよ。よく脳のこの部位がこういう風な機能で使われてますよって話よく聞くじゃないですか。で、あれ、あの実験でもう一個面白いことが分かってまして、で、人間にいろんな活動をさせて、脳のですね、スキャンをね、一生懸命行うんですよ。ところが、どんなことをやらせても、活動が低下しちゃう場所があったんです。普通は何かの活動をしたらどっかの活動が増えて、そこが使われてるなってことがわかるじゃないですか。ところが、何かをさせたら必ず活動が低下して、てか逆に言うと、何にもしてない時に活動が上がってしまうって場所があったんですね。で、この領域をデフォルトモードネットワークというふうに言います。はい。これが活性化するのは休憩中とか、何にもしていない、時だったんですよ。で、これですね、後にですね、別な研究でこのデフォルトモードネットワークっていうのが、いわゆるこう、社会的認知実験って言うんですけど、まあ、これ要するにこう、SNS を見たりとか、人から評価されてるかどうかチェックする、時って皆さんあると思うんですが、こういうことをしてる時に自分がどう見られてるのか、他人とコミュニケーションを取ったりとか、社交を意識してる時に活性化する領域ってのがこのデフォルトモードネットワークだってことが分かったんですね。つまり何をしても活性化しない。むしろ他のことをしてる時は必ず、活動が低下する場所がデフォルトモードネットワークだったんだけども、実はこれは社会的に認められたいっていう人間が思った時には、活性化してたんですよ。つまりどういうことかっていうと、僕らは暇になったら SNS を見たくなるように脳ができちゃってるんです。だから今の時に SNS を見たりとか、いいねをしたくなっちゃうっていうのは、これが原因だったんですよ。結構これね、面白い話で。で、何がすごいかっていうと、これをね、さらに研究者調べたんです。本当に本能なのかと。これは、例えば今 SNS が発達したりとか、コミュニケーションを僕らがですね、学んでしまったがゆえに起きている現象なのか、それとも本能なのか。で、これをですね、さらに、研究者たちは調べたわけですね。で、結果何が分かったかっていうと、これ、新生児、赤ちゃんたちですね。赤ちゃんを対象にした実験でも、なんとですね、何もしない時間に、何もね、赤ちゃんに例えばおもちゃをあげたりとかしないとか、お母さんが話しかけたりとかしないという状況を作ると、やっぱりデフォルトモードのネットワークはですね、活性化していたんですよね。だから、社交を求めるのはですね、やっぱり生まれつき備わっている本能なんですよ。でも確かにわかりますよね。赤ちゃんも例えば誰も構ってくれなくなったら、ね、一生懸命泣いたりとかして、大人の注意とか引こうとするじゃないですか、赤ちゃんって。で、これって、冷静に考えたら、親に構ってもらえなかったら子供は生きていけないから、だから暇になった時にはお母さんを呼んだりとか、周りの大人を呼んだりする。つまり、人と繋がる。
定行為をするようにプログラムされてるというふうに考えると、まあ、うまくできてますよね、人間ってね。はい。で、実際にですね、先行研究によりですね、この他者とのつながりっていうのはですね、実は人間においてはですね、もうかなり強力にプログラミングされてるって証拠がいっぱいありまして、例えば、他人とのつながりが失われる。僕らってやっぱりほら、ちょっと嫌な人とかでも人間関係消えたりとか、そんなに好きじゃなくても、その人に嫌われるのって僕らすごく怖がるじゃないですか。で、こういうふうにですね、他者とのつながりが失われる。他人と、のですね、つながりが失われることに対して、僕らって実際に身体的苦痛、例えばね、怪我をしたりとか、した時と同じようなですね、苦痛を感じるようになってるんですね。だから僕らは、暇さえあれば人と繋がるようにですね、プログラミングされてるんですよ。だからこれは、デフォルト模様のネットワークによるですね、社交性の促進によって僕らが、スマホ依存症をやめられない、理由なんですよね。すごい話ですよね、これね。だから、ここまで来ると、もう、スマホ依存とかもう、どうもやめらんなそうな感じがしてきますよね。ところがですね、まあ、今日ね、ご紹介したこのデジタルミニマリストって本はですね、実はこれがテーマになってるんですけど、じゃそんな中でも、どうやってスマホ依存をですね、なくしていけばいいのか、っていう話をですね、結構ちゃんと解説してくれてるんで、面白いと思うので、ぜひですね、参考にしてみてください。で、どうすればじゃあ具体的にこのスマホ依存をなくしていけばいいのかって話をですね、していく、前にですね、一応これ、先に言ってしまうと、悪い癖をなくすための方法っていうのがそのまま使えるわけです、基本的には。で、このデジタルミニマリストの本も、後半の部分、このちょうど青い線が貼ってあるところの、この後半の部分にはですね、具体的なやり方が書いてあるんですが、結構ハードです。例えば、スマホをやめてフューチャーフォンに変えましょう。昔のガラケーに変えましょうとか、SNS のアプリを全部消しましょうとか、結構そういうハードなやり方が後ろに書いてあるんですよ。で、正直これ僕前半の部分はすごい参考になったんですけど、後半の部分は、まあ、僕はね、例えば SNS をじゃあ、消そうって言われても、僕仕事でしか使わないので元々、あまり関係ないんですけど、皆さんにじゃあ SNS をじゃあ消しましょうって言っても、それはなかなかね、いきなり LINE 消しちゃったら友達と連絡取れなくなるし、みたいな、問題が起きるって心配する人もいると思うんで、とりあえず今日は番組タイトル下の説明欄と動画のコメント欄の方にですね、この何年も、直すことができないようなですねレベルのですね悪い癖とか、自分の中でいやこのスマホを使う時間をもうちょっと減らしたいとか、ネットフリックスを見まくしてしまう時間をどうにか減らしたいというふうに思う方のための悪い癖を直すための方法をですね、紹介しておきますので、そちらをぜひ見てみてください。でポイントは今日言った通り、人間が人と繋がりたい、SNS を使いたい、スマホを使いたいっていうのはですね、さっき言った通り、この完結強化ってやつと承認欲求、そしてデフォルトモードネットワーク、この3つをですね、ちゃんと理解していないと、対策が非常に難しいです。ゼロにするのは難しいので、で、おすすめは、この3つの欲求、今言った、完結強化ですね、そして承認欲求とデフォルトモードネットワーク。で、これを満たす、スマホ以外の活動を見つければいいんです。極論言ってしまうと。例えば、スマホを使ってる時間を減らして、その代わり、なんか例えばじゃあ何か新しい資格のための勉強をしてみるとか、じゃあ、人と会話したいっていう欲求をですね、じゃあ、満足させながらも、自分の能力を高めるために、じゃあ、オンラインでできる英会話のですね、てかアプリとか入れてみるとか、うん。あとは、趣味のつながりを増やすために、じゃあ土日は、なんかスマホをですね、例えばで、ね、土曜日だけはスマホを触らないっていうふうに決めちゃって、で、その、スマホを使わない間に、例えば、新しくスポーツを始めてみるとか、そういうのでもいいので、代わりのものを用意するっていうのが結構いいやり方なんですよ。で、これは禁煙をしたい人も使えるし、悪い癖を直すときにもこういう風に何かをやめようと思ってやめることってかなり難しいんです。だから何かをやめるんだけれども、その代わり他のことをする。例えば禁煙の場合だったら、ただ単にタバコをやめるって考えるよりも、タバコをやめてタバコが吸いたくなったらガムを噛むみたいな風にすると禁煙しやすくなったりとか、あとはダイエットもそうです。ダイエットでポテトチップスを食べたくなったら食べないじゃなくて、ポテトチップスを食べたくなったら人参をかじるとか、ポテトチップスを食べたくなったらナッツを食べるとか、そういう風にですね、代わりの行動、代替行動って言うんですけど、こういうのをつけてあげると、悪い癖って減らすことができるんですよ。で、おそらくそっちの方が現実的に減らすことができると思うんで、今日はそのための方法をですね、番組タイトル下の説明欄と動画のコメント欄に、入れときますんで、ぜひチェックしてみてください。今日のですね、おすすめの動画は3つあります。1つ目の動画は、自分の悪い癖を直すための方法として、何年も治らない悪い癖を直す8つの悪癖リバウンド対策、悪い癖を直すための方法を解説しています。2つ目の動画は、皆さんのお子さんとか旦那さんとか、あるいはね、すごく仲のいい友達とかがですね、もしこういうスマホ依存とかに苦しんでいたりとか、あるいは悪い癖がね、もうひどいと、食事中も SNS をですね、チェックしないとですね、やってらんないみたいなになってる場合っていうのは、これやっぱり誰かの癖を直したいですよね。こういう他人の悪い癖を直すのって非常に難しいんですが、一応方法は
あることはあります。そのための方法をまとめたですね、動画は今日の二つ目おすすめの動画ですね。パートナーから親、子供まで、他人の悪い癖を直す方法っていう動画です。で、これは、スマホ依存に限らずいろんな悪い癖を直せますので、ぜひですね、自分の大事な人の悪い癖を直してあげたい、協力してあげたいと思う方は、こちらの動画も、チェックしてみてください。そして三つ目の動画は、じゃあスマホ依存を直してどうするのかって言ったら、結局余計な時間を、スマホにですね、使ってて余計な時間を取り戻して、自分のやるべきことをやりたいわけですよね。だから要するに、大事なことに使うための時間を生み出すのがスマホ依存対策なんですよ。で、そういう意味で言うと、時間の作り方っていうのはいろんなテクニックがありまして、今日はですね、3つ目のおすすめの動画は時間の作り方、超時間術というですね、僕のですね、本にもね、なったような、内容なんですが、皆さんがですね、週にですね、多くの時間、週40時間とかね、時間作れたはずなんですよ。このやり方を使うと。一応研究上ではね、はい。それぐらい、自由な時間をですね、作るための、方法。これをまとめた、超時間術のですね動画も番組タイトルした説明欄の方に入れておきますので、ぜひですねこちらも、チェックしていただいて、自分の人生で本当に大事なことに、時間をですね投下するための、準備をしてみてはいかがでしょうか。ぜひ試してみてください。一応今日のおすすめの本に、このデジタルミニマリストの本も、入れておきます。デジタルミニマリスト、本当に大事なことに集中するという本ですね。あ、もう結構おすすめで、多分このカルニューポートさんっていろんな本出してるんですけど、この本がね一番ね評価は高いです。具体例はいっぱい載ってるんで、ただ科学的な統計とかそういうのを見たい人はちょっと物足りないかもしれないけど、具体例はいっぱいあるんで、これおすすめです。はい。で、あとは、やっぱり一つのことに集中するっていうのが結構基本的には大事なので、そういう意味で言うと、デボラ・ザックさんって人のですね、シングルタスクっていう本もですね、非常におすすめになりますので、一個のことに集中するにはどうすればいいのってことを解説した本ですね。こちらも番組タイトル下の説明欄に入れておきますので、ぜひチェックしてみてください。そして集中力といえば、やばい集中力って本もですね、おすすめです。僕のこの論文のね、リサーチとかを協力してくれる鈴木優さんが、世界中のですね、論文を調べて、集中するためには、どんなことが人にはできるのってことを、本能のレベルからですね、アプローチする方法ですね。だから本当は元々集中力がないとか、いろいろ工夫したけどダメだったって人が、もう本能的に集中力を蘇らせる方法。これを解説してる本がですね、やばい集中力という本になりますね。こちらもぜひ、チェックしてみてください。で、さらにですね、今日番組タイトル下の説明欄には、通常ですね、3000円で Amazon で言っている僕のオーディオブックが無料で聴けるというキャンペーンですね、今 Amazon さんがなぜかやっていますんで、こちらのリンクも入れておきます。超習慣術とか、いい習慣をつけるための超習慣術とか、超読書術とか、超集中力とか、そういった僕のいろんな本がですね、今一人一冊ですが無料で聴けますんで、こちらもぜひ合わせてチェックしてみてください。というわけで、今日もありがとうございました。さらにですね、自分のですね、時間をですね、作りたいという方、あるいは悪い癖を直したいという方は、番組に対する説明欄、またはコメント欄の方からどうぞ。それではまた。